定的なコメント返信コーナーです。まあ売名なんかしてますとね、否定的なコメントが来るもんですよ。俺はそういうコメントをね、論破っていうわけじゃないですけど、腹が立つんでボコボコにしていこうと思います。まあ僕の売名コメントは何かな、みんな知ってるかな。まあ知らなくてもいいけど、いいから俺の動画を見るんだ、そしてチャンネル登録するんだ、約束だからなと。まあ俺はなんでこのコメントをしてるかって言ったね、動画見るんだ、そしてチャンネル登録するんだ、約束だからな、みたいな、すごいなんかアニメとかのなんか名シーンでね、約束だからな、みたいな、そういうのをなんか売名でやってるみたいな、そういう小笑いを生もうとしてるんですけど、まあね、約束だからなって言ったら可愛いじゃん、このコメント。なんか少年っぽくてさ、いいコメントだとは思うけど、みんなには理解できないっていうね。はい、ということで1ですね。あい、売名する前に運動しようぜっていうね。これ意味わからないです。確かに俺が太ってるから言ってるのかもしれないんだけどさ、それっておかしいと思う。運動するだけっていうね。運動するだけでいいの？君が言いたいのは俺に痩せてほしいんじゃないのかと。それなんで運動しようぜなの？運動だけなの？運動すれば痩せると思ってんの？と。で、俺が運動できないっていう可能性をお前は考えたのか？なあ、クソ野郎が。って俺は思うんですよ。今ね、俺デブすぎてね、やばいんですよ。デブすぎてやばいから今ね、食事をなるべくね、少なめにしてやんないと、痩せないと、なってるんですよ。もうね、俺やばいから、運動する気なし。もう夏もっと涼しくなってくれよ。なあ、もう、最高気温20度、最低気温20度くらいにしてくれよ。なあ、ほんとに、アホだよ、世の中。なんなんだよ、マジで。もう最低気温20度にしてほしい。あ、まあ、23度かな。最高気温23度、最低気温23度。今狂ってるじゃん。ほぼ体感40度でしょ。何それって、もう誰で温暖化進めたやつ。いや、人間だよ。なんかその、一人ツッコミ、悲しいですね。人の動画に込めして宣伝してもらおうとするの、やめような。まあ、されたところで伸びないよ、コンテンツ的に。これも腹立つんだけど、まあ、その人の動画に込めして宣伝っていうね。込めしてって何？込めしてって。いや、コメントしてでもいいのよね。人の動画に込めしてっていうのはちょっとね、わかるけどなんかすごい頭悪そうな文章ですよね。宣伝してもらおうとするのやめようなーって。ここ意味わかんないよな。いや、売名でいいじゃん。売名って言葉知らないんだろうね。多分犬のなんかチャンネルだから、多分犬のチャンネルから飛んできたからね。多分なんかね、知能指数もすごい低いんでしょうね。犬の動画、犬をアイコンにしてるってことは犬の動画で癒されてきた人だから多分知能指数が低いと。犬くらいに知能指数がなってるのかもしれない。超犬嫌いなやつみたいな感じになってるけど。だからさ、文がすごいひどいよね。いや、そのなんか反論できなくなったやつが、いや、文で否定するってよくあるじゃないですか。でもやっぱおかしいじゃん。おかしいもんおかしい。だけど、まあ、それは置いておいてってね、散々言ったけど置いといてけど、まあ、されたところで伸びないよ。コンテンツ的に。これムカつきますよね。伸びるコンテンツっていうのは、その、自分でコンテンツ作った瞬間に伸びるもんじゃない。徐々に伸びてって定番になっていくものなんだからさ、その、お前みたいなどこぞの馬の骨にさ、わかるようなコンテンツって出尽くされたコンテンツじゃん。犬、猫、エロ、食事とか、なんかそう、ゲームとかさ、その、なんつうんだろうな、お前が伸びるコンテンツって、その、もう出尽くされたコンテンツのところで言ってるんでしょ。でもこれが俺、もし、この次の時代の標準となったらどうすんの？お前の、それでも伸びないコンテンツって言うのか？なあ。伸びコンテンツとか言ってるって。じゃ俺逆にね、すごい言い訳する、言い訳っていうヘリクツ言うなら、これコンテンツじゃないんで。作品なんで、アートなんで。ね。一括りにしないでください。動画一本一本がコンテンツじゃないんです。動画全部がコンテンツじゃないし、動画一本一本が作品であり、アートであるんだよ。芸術作品なんだよっていうね、言い訳ですね。いや、でもムカつくよな、伸びな。絶対伸びてやりてえよな、こいつ。もうこう、もう絶対伸びてやりてえわ。露光人っていう人も。
デュ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 時空神ヨシモンチャンネル、まあ、時空神ヨシモンチャンネルにも売名しに行こうかな。むちゃくちゃなことしてやろう。いや、やめとこう。で、なんか最近は海外の人にね、すごい見てくれてるんですよ、海外の人は。嬉しいね。俺もうワールドスケールだぞ、みんな。このコメントなんかどうしようかなって思ったんだけど。ねえ、こいつ何なんだよ。なんか、おい、村田少陵がいるぞ。つか声変わってるけど何かあったの？教祖様の嫁さんに抱かれてから様子がおかしいぞ、村田少陵って。教祖様の嫁さんに抱かれてから。なんだそれ。なんか宗教の人の名前なんだろうな。ちょっと、ツイッターで検索するわ。誰だよっていうね、その。こういうコメントが一番ムカつくんだよな。文理学部の村田少陵さんがいましたね。はい、それだけですね。まあね、あ、まあこれの他はなんか動画は言ったんだけどね、俺がムカつくのはね、これだ。あのプピプピブンタっていうチャンネルのゴミども。はい、こいつら腹立つよな。ね、いいから俺の動画見るんだ、そしてチャンネル登録するんで約束だからなっていうのに、最初にふわふわさんって人がね、売名はっていう、なんかそこの点もちょっと、ね、してはいけないんですよって、なんかね、そう、暗黙の了解みたいな感じね。いや、で、あともう一つムカつくコメントあったな。うん、なんどれだっけな。はい、これね、この人だ。まあ、この、まあ、この同じコメント欄に言ったけど、売名してはいけないんですよ。お前、売名しといて、ピピピピ、ブンタ登録してないやないかいってね。まず2つ言っていい。1個目のコメント。売名してはいけない理由がなんだよと。でも、売名してもいいと思うし、売名してはいけないことなんてないですよ。で、売名して管理人がそのコメントを反映するかしないかの問題だと思うし、マナー的にどうなのって言われても、俺はいいかなと思って。俺は売名肯定派だから。まあ確かにね、もし俺の動画のコメント、2000件コメント全部売名になったらちょっと悲しいけど、まあでも、いいかな。そんな、面白いコメントって作れるやつ少ないし、なんか自分を面白いと勘違いしてるやつがコメントしてること多いから、面白いコメントって相当ないから。うん。そんだ、ネタツイートみたいなコメントするんだったらまだしも。うん、そうね。ネタ、ツイッター界隈のネタツイートみたいな、ね、文をコメントするならまだしも。コメントとしてこの動画の内容を絡めて面白いコメントするのって難しいから、できるやつってほぼいないと思うし。で、大抵勘違いしてるやつが多いからね、面白いと思ってるな。コメントでね。すごいし、俺の視聴者にひどいこと言ったみたいになってるけどね。うん。あれだよ。しかも、七瀬玲みたいなやつのことね。なんかすごいさ、コメントババ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 バ書いてさ、それでなんか自分が人気者になったみたいな、ああいうやつのことを俺は言ってんだよ。ああいうなんか常駐して目立ちやすいコメントで、そういうコメントばっかして、でコメント欄で人気になろうとしてるやつな。チャンネル作れよって思うんだよな。リスク取らずになんか人気になろうとしてるのが一番気持ち悪いよな。ツイッターやれよって思うけどな、そうするんだったら。でこいつ鬼の嫁は 100% 鬼嫁っていうね、あの、なんかクソみたいな名前の人。うん。ね、お前、売名しといて、ピピピピ、ブンタ登録しやない、ないやないかいって、気持ち悪いな、関西弁早いやがってっていうので、一つね。いや、コメントくらい標準語で書けよ。二つ目。なんで売名するのに登録しなきゃいけないんだ。そんなルールあんの？で、登録しないと売名できないみたいなルールがあんの？ね。それ三つ目。登録してるし。ね。なんなんだこれ。コントかよ。と思ってね、あ、もう9分経ってんだ。で、まあね、あの、一応チャンネル登録リストのところに、文ちゃんのチャンネルがちゃんとありましたもん。でも登録してるからといって、売名はしていきませんけどね。なんだそれ。かたくなに売名を嫌うねん。すごいな。売名に何かあった。でもその、普通のね、はじめ教授の意見で、いや、お前、売名という存在によって親を抹消されたのかみたいな。ね。もしかして、親の生まれ、
生まれ変わりが売名でその親を恨んでたから売名が嫌いなのかみたいな、そういう大事なところで噛んじゃいます。切ってまーしょ、ダメだ、パワーが足りん。ちょっとエネルギー補充のエネルギー管、略してイーカンズ、違うイーカンって、イーカンってあっちだよ、ロックマンの。あーダメだ、あーマジやばいな。ということでね、一旦休憩に入りますってね、一番ダメなところで休憩するタイプの人間ですね。いやでもマジでね、本当に1時間働いて1時間休んでを繰り返して、その2時間で4時間分の給料が欲しいな。いや2日分欲しいわ。いやでもちょっと今日の動画つまんないな。なんでかって、自分のこと面白いと思ってるからなんだよね。面白いって思ってることによってつまらない、その過信っていうか、まああれだよね、傲慢じゃないな、軽率過信、黒ひげの弱点やないかいそれ。まあ自分面白いと思ってるからダメなんで、ちょっとね一からスタート。はい、赤ちゃん、俺は赤ちゃんが何を言っても面白い。気持ちはわかるけど、他でよくクソよくくっそ叩きに合ってるやつが見るからやめた方がいいよ。手丸々もみたいになるって誰だよ、手丸々もって。なんだなんて、手丸々もって検索するか。手丸々も、あ、ティモね、ティモね、あいつね、うん、ティモになみたいになる前に、いや俺ティモより面白いから、あと柴田のコメ欄で同じことやってこいよって言ってね。なんでお前は柴田を恐れてんのか。いやまずそもそもでね、お前が恐れてる対象が柴田なのが面白いし、滑稽だしね、滑稽だしって言ってなんかすごい煽り、いやそいつらと同じだな。あと俺柴田さんのコメント欄で俺売名してますからね、お前は見てこいよ、本当にしてんだよアホかよな。そのあたかも俺がしてないみたいに決めつけやがってよ、気持ち悪いな。今日マジで冴えないからダメだ俺。じゃあ皆さん、俺はなんだろうな、どうしようかな。6時以降はイケメン、6時以降はイケメンなやつが、インフルエンサーとして、じゃあ俺も、でも可愛い子だとして、俺橋本環奈が喋ってると思って見て。うん。もう俺は橋本環奈。みんななんか催眠自分にかけて。俺は橋本環奈なんだ。だから、橋本環奈が喋ってると思えば全部面白いだろ。可愛いでしょ？可愛くて面白い。掛け算。ビッグバンなんだよ。なんでこの画面外で数式の答え出すんだよ、式の答え出すんだよ、数式じゃねえし数じゃねえし。ということでそれをまずね。であとね、あと北朝鮮の幹部みたいですねって、いや幹部は痩せてるだろ。北朝鮮の幹部ってなんかデブを見たらお前らすぐ北朝鮮って言うけどさ、北朝鮮の幹部は痩せてるだろ。一番偉い風の人、あのお方がね太ってるだけであって幹部は痩せてるだろ。なあ、俺を痩せてるって言ってんのか。それならありがとうで、遠回しに痩せてるって言ってくれてるならありがたいけど、なんで北朝鮮の幹部なの。その俺はうまいこと言えるからみたいな感じで普通にキムフンフンさんのことを言えばいいじゃん。なのに俺はすごい例えできちゃうからみたいな、そういうなんか強がりと見えでゴミみたいなコメントしやがってよ。なんでよ北朝鮮の幹部って、幹部だったら名前出てくるだろ。な、名前調べろよ。うん、でなんで俺を北朝鮮って言うんだよ。どこが北朝鮮なんだよ。なあ、塗装が、なんだろうな、塗装が落ちたドンキーコングって言うよ。一応俺もドンキーコングでしょ、顔、この髪型というか。だから塗装とメイクを落とした後のドンキーコングにしてくれ。メガネをかけたメイクを落とした後のドンキーコングって俺は例えてくれよ。お前らつまんないからな、北朝鮮ばっかり言いやがってよ。怒ってるんじゃないんだよ、俺は。つまらないんだよ、お前らのコメントが。北朝鮮って言って。キムなんとかさん、キムなんとかさんって言って。言い飽きたんだよ、お前ら。それしかねえのかよ。なんかガキンチョはね、もうそれ関連が好きだな、お前。うん。もうずっとニコニコ生放送の24時間北朝鮮ニュース見てろよ。な、根拠流れるぞ、根拠。ずっと聞いとろ、アホが。でね。で、あとこいつね、パコパコのミッテツがアイドバイス、名前が読みにくい、アイコンがキモい、以上。おめえの名前すげえ気持ち悪いぞ。なあ。
お前の名前見ろよ、パコパコの実って。それとこれ多分ゴムゴムの実じゃん。つまんな。多分ゴムゴムの実じゃん、それ。なのにパコパコの実って。自分でデザインしろよ、パコパコの実なんて。なんでゴムゴムの実のデザインでパコパコの実ってつけてんの。詐欺じゃねえか、嘘じゃねえか、それ。ね、パコパコの実って。お前の名前を見ろよ。なあ。なんで人にキモいって言ってんだよ、アイコンがキモいって。お前のつまんねえ名前の方がよっぽどキモいぞ。で、たとえ秀逸じゃねえし。で、パコパコのみさんへ、しかも言い方は元朝原翔子。なんでだよ、なんでだよ。あくまで文ちゃんのハートの、文ちゃん過去ハートのコメントなのに。なんだそれ。クソムカつくな。これからも売名してやるよ。もうプピプピブンタ絶対売名 し続けてやろう。こうやってプピプピブンタは多分ね、効率を重視してるからコメントをチェックしないんだよ。もう俺はもう絶対プピプピブンタで売名してしまくってやろう。腹立つな。柴田のコメント欄で同じことやってこいよって。いやこいつなんか轟少年、僕のヒーローアカデミアの轟少年のアイコンにしやがって。お前素顔で やれんのかなあ。くっそ腹立つな、腹立つな、腹立つな。ふーということでね、特にちょっとね今日は面白くなかった。怒ってるだけの人だったんで、ちょっとねこれからも面白いことも面白手丸もってコメントしちゃった。あのボンボン TV のボンボン TV ってね、ボンボン TV ってねって、なんかさっちゃんはねみたいだなって言おうとしたら、てねって言ってるだけでさっちゃんはねだねみたいな感じで言うねって。あーダメだ、面白くない。あーもうユーモア買い足さないと、マジできついな。まずユーモアを買い足すっていう、買い足せないものがあたかも変えてしまうかのような表現っていうかね、そういうファンタジスタなこと言ってりゃ面白いと思ってるんでね、僕は。まあ、でも本当にユーモアが欲しいな。ちょっと前面白くない今日。本当にやばい。ちょっとなぁ。マジ鼻くそだ。宇宙史上最高の時、宇宙史上最高の時、幸せなんて、うんだんだらな。最近俺面白くなくなったな、本当に。あーもう泣きそうだ。あーくそー、面白くなりてーよ。道分けジョーさんからなんかね、 TikTok 上げないんですかって言われて、YouTube 見てくれって。売名コメント。いいから俺の動画見るんだ。そしてチャンネル登録するんだ。約束だからなっていうね。あの、売名コメントと同じコメント送っとこう。なんで TikTok？ 俺も面白くないもん、TikTok。やっぱだらだら喋る方が好きだ。ああ、もう、面白い時間が過ぎたから。俺の面白パワーが尽きてしまった。くそー、面白く、修行します。鍛錬と修行。そして研究、自分がどう面白くなれるか。うわ、早っ！何その速度。8秒で来た。ありがとう、ありがとうって返してこう。ありがとう。YouTube の方が、 YouTube の方が面白いから、YouTube っていうのさ、 YouTube の方を出るよ、出るよって。すごい真面目だな。なんだ来たんだな。 YouTube の方が面白いから、 YouTube の How をやってるよ。うん、はい、ということで私の退職金は53万。いや、ツイッター面白い、ツイッターら面白いわ。ネタツイッターら面白すぎんだよ。
くそー、すごいな、すごいわ、やっぱ負けてらんねえ。あの人たち本当面白いな、ネタついったらね、すごいな、みんなあんな面白いんだな。すごいな、俺も面白くなんなきゃな。最近面白くないもんね。どうやったら面白くなれるんだろうな。そのなんかさ、自分は本当は面白いね。いや、なんか今飛んでったな、ふわーんって上に焦点していった。多分蚊の亡霊だ。じゃあ映んねよカメラに。うわっ、普通に血出た、鼻血が、普通に鼻血出ちゃった。血出たらアウトなんだよね YouTube って。普通に小寄りに血ついてた。うわ、それで俺バンされるの嫌だな。鼻くそほじって小寄りでほじって血が出てその血でバンって、嫌だ、世界一だせえバンだな。そんな弱気でどうすんのどうすんの、グッとやってパッとやってタイトアイタイ、嘘も大げん Feel so good、 いや漫画一漫画一 Make you loving you are ガッツだぜ、ふんふんふん魂ガッツだぜ、酸いも甘いもガッツだぜ、 Do the ど根性男なら汗かいてベソかいてゴー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 。